3分間のミュージックコネクション。いやなんかね、本当晴れはね、東京晴れてますけど、やっぱそっちが気になっちゃいますよね。なります。本当に、はい、本当にね、まあこのまあでもまあみんなが全員落ち込んでたらね、何も始まらないんで、まあ、はい、ここからでもね元気をお届けできるかなと思いますね。ただそんな音楽情報番組でございますけれども、はい、はい、私今日ですね、やっぱの前回私のコーナーで遊びに来て伊藤健さんという作曲家の方の駆け出しの頃のですね、うん、はい、曲がありまして、駆け出しの頃なんですけど、はい、はい、それ RKM さんという方の曲ですね、そこのいつかの道しるべという曲をお届けしたいと思います。ゼロからスタートしましょうという曲です。昨日お会いしました。昨日と違う、もうガサになってで、ここでももさちゃんたちが入ってきて、そうだ、昭和ロマンじゃないんだ、呼んでいきます。ミュージックコネクションスーツでございますね。はい。いやいや、なんか特別仕様ということで。特別仕様、はい。2週目、世界7週目じゃなくて、ここラジオ2週目。ラジオ2週目。2ラップ入りました。2ラップ入りましたけれども。はい。はい、まあ、結構ね、まあ、晴れた日ということでね、結構爽やかな曲を流したいなって、ちょっと気持ちになっちゃいましたのでね。はい。ちょっと私も本当やっぱバンドめちゃめちゃ昔、まあ、今もやってますけど、ゴリゴリな時代もあったんですよ。はい、ロックンローラーだった時代があるので、ロケンローラー、ロケンローラー、いろんな時代が、いろんな時代がありまして、その時はどんな格好されてロケンローラーやってたんですか？あのですね、こうダバなんつライダースの革ジャンとかをショットの、はい、はい、ショットのダブル、ラモンズとか、はい、なるほど、ハートブレイカーズとかの洋楽とか、じゃあもう黒いこう細身のジーンズに、そうなんです、破けた感じで、破け、そうですね、もうゴリゴリな感じのやつをやったりとか、はいはいはい、髪型どんな感じだったの？髪型は割と赤色とかでも顔は守るんでしょ？一回痩せてました。15キロくらい痩せたんでそんなもんですよ、はい、でね、やっぱライブの醍醐味ってことでね、95年にメジャーデビューしたですね、ちょっとマニアックな方かもしれないんですけど、シアターブルックさんというすごい素晴らしいバンドがいらっしゃいまして、はいはい、シアターブルックさん、はい、まさにライブバンドといっても過言ではない人たちにですね、ちょっと爽やかな曲をお届けしたいと思います。シアターブルックで瞬きどうぞ。いろんなことやってる、ピピ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 、モース信号なのかな、私が知ってるのかなと思って何でもかんでもかじってるから、青がロボットっぽいね。だいぶ生身の、林さんに比べたらだいぶ生身の身だと思う。林さんはなんか感情が違う、似てない一曲かな。